私は名探偵ペコリーヌ。今は探偵のバイトをしていますが、私に解けない謎はありません。あの名探偵ペコリーヌ様、主様の机の上にたい焼きが置いてありまして、一体これはどんな意味が。なるほど、パク、これは何か分かったのですか。この冷めてもなお口の中に広がる小豆の甘み、このたい焼きを作った人間はただものではないですね。あの味の感想を聞いたわけではなかったのですが。あ、突っ込むチャンスがなかった。プリコレチャンネルリダイブ。ラジオを聴きの皆さん、おいっす。ペコリーヌ役マオです。ラジオを聴きの主様、おいっす。心役伊藤美久です。ラジオを聴きの皆さん、ぶっこおいっす。キャル役立花梨花です。今回のオープニングナレーションコント台本はプリコネームルリーロピースさんの投稿でした。名探偵すっごい今がもうなかったなかった置いたの玉木だろうな。あー焼きすぎたけど確かに。さて今回のオープニングプリンセストークの話題はこちらです。プリコネーム船橋のシャーサクさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティのお三方、おいっす。おいっ す。キャラクターソングシリーズ第6弾の発売が発表されましたね、うん、僕の推しプリはキャルちゃんなのですが、推しギルドがメルクリウス財団なのでとっても嬉しいです、うん、今から発売が楽しみです。皆さんの推しプリはもちろんご自分の担当されているキャラだと思いますが、推しギルドはありますか。美食伝以外でお答えください。ということで、まあ現在はキャラクターソング06はちょうど発売された直後になってますね、はい、うんうん、きっとね、シャーサクさんも聞いてくれてることかと思いますけれども、はい、そっか、推しギルドとかまた別になる方もいるんだね。そうか、推しギルドか、どうしようかしら。ちょっと見てみよう。私、推しギルドだと、うんうん、忘れした。私あれだな、ディアボロス。あ、ディアボロス、そう、うん、イリアさんがいる。あ、もう、はい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 、やっぱなんだ、ドタバタ劇が最初の方の、確かに確かに、お父様の話がやっぱ強烈で、あ、忍ぶの、そう、あ、そうね、好きでした、好きです、私あれだな、やっぱルーセント学院かな。あ、顔面がいい。はい、確かに、確かにいいですね。女子って感じですよね。すごい。3人ともね、めっちゃ可愛いんだよ。みんな可愛いんだけれども。リトルリリカルになっちゃうね。可愛いですからね。可愛い、可愛い。でもサレンディア級5位の皆さんも大好きですね。ああ、尊いね。やっぱり。尊い、尊い。可愛らしい。ナイトメアもでもかっこいいんですよ。いや、わかります。なんかね、エリザベスパークのストーリーをね、こう早く早く更新してほしい。はは、続きが見たいんじゃ、もっと知りたいなっていうやつ。本当に結局、結局どのギルドもいいっていう結果になってしまうな。ということで、皆さんもぜひぜひ推しギルドあったら教えてくださいね。こんな感じでゲームに関連して私たちにトークしてほしいリクエスト、プリンセストークのお題投稿お願いします。さて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。第71回プリコネチャンネルリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネインフォメパート1。ではここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。はい、新キャラ追加のお知らせです。福原彩香さん演じるチカのクリスマスバージョンが11月30日に追加予定です。こちらに合わせてピックアップガチャを11月30日より開催予定です。期間中ピックアップガチャにおいて地下のクリスマスバージョンの提供割合がアップします。ピックアップ期間中のみ排出される期間限定キャラとなっておりますのでご注意ください。またこちらのキャラは今後再登場する場合がございます。
続いてキャンペーン情報。探索クエストドロップ量2倍キャンペーンが開催中。探索クエストクリア時に獲得できる装備アイテムやマナなどの獲得量が通常の2倍になっております。以上プリコネインフォメパート1でした。この後もゲームの最新情報をお伝えしますよ。お楽しみに。ゆかりさんのジングル。注文いいですか？とりあえず生一つ。て、うわ、君どうしてここに？アルバイト？そうなんだ。生ジュース一つね。かわいい。生ジュース。生ジュース。ではでは改めまして、パーソナリティのプリンセスコネクトリダイブペコリーヌ役マオです。パーソナリティのココレ役伊藤美久です。パーソナリティのキャル役立花梨花です。さて今回前半のゲームに関するお便りの特集テーマは私たちへの質問です。おーい。ではいきます。プリコネームはるき2号機さんからいただきました。ありがとうございます。真央さん、伊藤さん、立花さん、おいっす。おいっす。以前お迎えできたハロウィンしのぶちゃんなのですが、つい愛着が湧いてしまって気づいたら星5になっていました。おーすごい。けど私が一番好きなのはエリコちゃんなので、エリコちゃんに怒られないかなと思う時があります。かっこ笑い。これはやばいぞ。質問なのですが、皆さんが本命に対してこれは怒られるかなと思う瞬間は何ですかってことですね。怒られるな、怒られるかな。実はしてるのかもしれないけど気づいてないかな。そうですね。あ、だったら推し怒ってるけどみたいな。なんかホーム画面をキャルにしてるんですけど、はい、あのタッチすると喋ってくれるじゃないですか。はい、これあんまりこうトゥ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 ってタッチしすぎるとそのうち怒られないかなと思いながら怒られたいなってちょっと思いますけど、途中でランダムで怒りボイスとか出てこないかな、ちょっとみたいなのが欲しいです。なんか言っても疲れた。それはいいかもしれないですね。怒られるなって思う瞬間。あ、でもそのギルドハウスで振り回しすぎて目を回す。ああ、確かに。怒られないかなって思いながら、あれもなんかあったらいいですね。もう目回ったよとか、もういいよって、もう十分だろうって言うのがあったらいいかもしれないですね。はい、じゃあ続きましてプリコネームふかふかな83号さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんおいっす。おいっす。私は先日行われたアリーナシャッフルのおかげもあり、無事アリーナ1位になることができました。マジで、すごい。そのおかげでジュエルがウハウハだったのですが、なんと水着たまきを狙って大爆死。あ二人のあが揃えすぎてちょっと突っ込まずにいられなかった。はい、続きです。そのおかげでジュエルがウハウハだったのですが、なんと爆死。まあ星さんはたくさん出たので前回引いていた水着キャルは星4になりましたが、ということで皆さんに質問です。今までで皆さんが天国から地獄に叩き落とされたようなエピソードを教えてください。あるかな、なんだろうな。いや、天国から地獄。あ、でも私一回、その自分の持ってる携帯があって、そこにいろんなアプリとかをゲームとかを入れてたんですけど、ちゃんといろいろこう継ぐ、次へ引き継ぐのがうまくできてなかったみたいで、そのデータが全部消えちゃったことが昔にあって、それは辛い。すごい。それはもうなんか地獄に叩き落とされましたね。頑張って楽しかった気持ちは天国だったのに、うわ、そこから地獄に落とされたことはありますね。やっぱりデータは大切に保管しておくべきです。引き継いでおくべきです、皆さん。本当にしっかりと。なんかね、喉にいい蜂蜜がなんかこうチューブみたいなのって売ってて、ありますね。ね、一回こう封を切ると蓋ができないタイプなんですよ。あ、入ってないですね。で、それをこう自分の荷物をいろいろバサバサって広げたやつをこうスタッフさんが一つにまとめてくれてたんですよ。で、はい、ありがたいと思って、まとめておきます、ありがとうございますって言って、パッて開いたら、もちろんね、善意でやってくださったんですけど、蜂蜜ももちろんその中に入っ
ってて、うん、あのブチュってやって荷物が蜂蜜だらけになってました。そうなるよねちょっとねやっぱあのありがたいけれども、うんうん、そうだよなと思ってこう、うん、ちゃんとね自分で片付けを なんでしょうね、うん、整理整頓って大事だなって思いましたそうあ私あの冬にコーンポタージュ飲んでてあったかいってなったら急に気管にパッてなってでも飲んでるしコップもここあの手元にあるしからゴホってできないけどゴホってしたいけどどうにもなってなってあ本当に人ってこういうのでちょっと危なくなるんだなっていう気をしたことが息ができなくなってそう、うんうん、飲めないんですよねゴホってなってから で、ね、でも出せないし、うん、ってなんか気をつけてください飲んでる時に限ってくしゃみで出たくなったりとかするとダメ今だけはダメ今だけ我慢しなきゃってなりますね、続いてプリコネームパチモンさんからいただきましたありがとうありがとうございますパーソナリティのお三方おいすーおいすー、夏キャル、キャルのサマーバージョンですね、うん、が欲しくてガチャリまくってえ女神の指摘が結構溜まっていたので、うん、ジュン強化夏キャルをそれぞれ星4にしてあげようとメモリーピースを交換していた時のことです、うん、あれ初めのうちは20個ずつしか交換できないじゃないですか、うん、なので画面をあまり見ずにマックス交換ボタンを適当に押していたところ5個交換になった途端上限がなくなるみたいでして間違えて全ての遺跡をジュンさんに捧げてしまいましたいや確かにジュンさんは強いけどみんな育てたかった皆さんもプリコネで失敗した経験とかってあったりしますかいやこれでもよくやりますね、そうねレートが変わるんでね、うんうんうん、私あと初期の頃にやってしまったのが、うん、あのランクを上げランクでしたっけ あの上げるじゃないですか、はいうんうん、あれまとめて装備とランクアップが違うじゃないですか違う、ね、勘違いしててランクアップの方をずっとやっててあとであっあっあっってなったことはありますいやでも装備系は結構私もやらかすことが多くていや私もそうですねあのあこれこの子に装備させられるぐらい溜まってるよしと思ってでその後で見たら、はい、あこの子に装備させてあげたら先にランクアップできたのにあとかああいやいいんだけどまたそう、うん、順番的にこう考えるとそうそうそう、うん、そう確かにいろいろありますね、うんうん、本当にではでは続きましてプリコネームなおさんからいただきましたありがとうございます皆さんおいっすおいっす最近のゲームのアップデートで欲しい装備の画面からクエストに行きスキップチケットを使うと、うん、右上にその装備の所持数がカウントされるようになりましたね、うん、以前はスキチケ使った後何個貯まったのか確認する必要があったのですが手間がなくなり快適になったと思います、うん、他にもいくつかかゆいところに手が届くようなアップデートがありましたが皆さんはこのアップデートが良かったというのはありましたかいやこれ本当に助かる助かりますよね、うん、めっちゃありがたい、うん、すぐ見てわかる、うんうん、はいだね あとはちょ本当にちょっとしたことで嬉しかったのが、うん、あの探索あそうそうそうはいトップまで戻ってくれるのが嬉しい ありがとうございますそう本当に一手間なんだけどね、うん、それがなくなるだけでそうすごいっていうのはあるなありました、うんうんうん、何私やっぱ個人的に BGM が聴けるようになったのは、はい、めちゃめちゃ買いました曲で曲全部買いましたほとんどあるものは曲を全部買ってまた増えますし ねあもう増えたのかあそうだねもうまた増えて確かにホームの曲が変わるとなんか気分が変わるね全然変わりますもんね今後も楽しみですねはいってわけで以上今回の番組前半はふつおたをお届けしました最近よく届いているメールテーマはストーリー、イベント、バトル、クランバトル、バトルアリーナ、クラン、ギルドハウス、私たちへの質問、グッズの希望などですプリンセスコネクトリダイブをプレイした感想、投稿をお待ちしています番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーもやっちゃいます最後までお聞き逃しなくサレン様のジングルこうやって焼きそばをパンに挟むのが焼きそばパンよ焼きそばや具材を生地の上に重ねて焼くのが広島風お好み焼き広島焼きって言うと怒られるから注意してね具材を生地に混ぜて焼くのが大阪風お好み焼き何の話だったっけお
そうだな、確かにすごい教えてくれた焼きそば、なんかざわっとするとこだったざわざわよかったよかったプリコネインフォメパート2ストーリーイベント開催情報。新たなストーリーイベント忘却のキャロルが11月30日より開催予定です。今回はクリスマスバージョンのあやねちゃんとクリスマスバージョンのくるみちゃんが登場するイベントとなっております。そしてイベントではのぞみちゃんのメモリーピースがもらえ、イベント限定キャラであるクリスマスバージョンのくるみちゃんを仲間にする大チャンスです。クリスマスバージョンのくるみちゃんは今回初登場で、こちらのイベントでしか手に入りません。この機会をお見逃しなく。またクリスマスバージョンのくるみちゃんは今後再登場する場合がございます。続いて音楽情報です。日本コロンビアよりボーカル CD プリコネキャラクターソング06が好評発売中。今回の収録曲はメルクリウス財団のキンキラハピネスとナイトメアのアルーフネスコードです。ここで下田あさみさんからコメントをいただいております。どうぞ。正義のヒーロートラタイガーを目指して自分頑張るっす。プリコネチャンネルリライブをお聞きの皆さん、おいっせー、祭り役の下田あさみです。よろしくお願いします。ナイトメアのキャラソンアルフネスコードの CD のリリースが決定したということで、おめでとうございます。ありがとうございます。結構ね、闘志をメラメラと燃やして戦うように歌ってくださいということだったので、レコーディングは私にとっても非常に、まあ3時間ぐらいなんですけれども、長い戦いとなりまして、しかしですね、非常に楽しく、たくましく歌わせていただきました。ということで皆さんぜひね、プリコネをしっかりプレイしていただきつつ、こちらのアルフネスコードぜひぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。お相手は祭り役下田あさみでした。またね。かっこいい。かっこいい。楽しみ。ぜひぜひまだ聞いてないよという方もぜひ CD を手に取ってくださいね。以上プリコネインフォメパート2でした。ではここで1曲お聴きください。アルフネスコード。後半はこのコーナーから。プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョンの特集です、うん、たくさん来ております。プリコネームプーさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。入るだけでなく出る時にもマナを取られる。あ、なんで、なんで入場料払んな入なんか対応管理みたいなのあるのかな。続いてプリコネーム岡部さんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。無限にボスが湧いてくる。あ、無限はちょっと勘弁してもらってもいいですか。その分獲得できるものが増えるならいいけど。いいですけど、でもよくないから。でも無限はちょっと達成感も欲しいからな。続きまして、プリコネームロゼガーネットさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。モンスター出現率2倍キャンペーン中。
いやいやいや、嬉しくないキャンペーン、嬉しくないな、キャンペーン、そのキャンペーンちょっと、いいかな、頼んじゃいますね。続きまして、プリコネームシフトさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。ずっとはしごで降りるだけ。もう何ももらえないし、何もない、ずっと降りるだけ。ずっと降りるだけの、私何のために降りてるんだ。降りた分登らないといけないんだな。嫌だ、この後も考えると。続いて、プリコネームプリコネサイクリストさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。あまりにも天井が低く、ずっとしゃがみっぱなしで腰痛になる。あ、いやだ、いや、これ絶対腰痛になる。多分リトルリリカルのみんなだけターターって、あー、いけるけど、あー、困るな、これ痛いな、これは辛い、辛い。ジュンさん大変だな、ほんと。ほんとだ。どうしよう。では続きまして、プリコネーム、スターウォーズさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。大江戸線並みに深いエスカレーターがある。いや、深いな。東京にはですね、はい、大江戸線っていう地下鉄がございまして、あれでも地下4階とかですね、5階とか、なんか6階、地下6階、わ、それぐらいの深さ、深さ、うん、いや、深いところ深いですからね。いや、本当にやばい。確かにダンジョンだわ、ダンジョン。確かに駅こそ。じゃあ続きまして、プリコネームスイレンさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。男女別で攻略しなければならないダンジョン。ん、え、ダンジョン、ダンジョン、男女と書いてダンジョン。続いてプリコネームリッカアットムセノートさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。BGM が般若心経。ああ、これはね、これはこれはあれですな。あれです、嬉しかないですね。なんか出るのかなってなっちゃう、なっちゃいますね。では続いて、プリコネームリッカアットマークムセノートさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。暗いダンジョン内を歩いていると、へえ、順次のナレーションが入る。怖いな、怖いなと思ってたですね。般若心経が聞こえた。あー、怖い、繋がっちゃった、繋がった。じゃあ続きまして、プリコネームから揚げボディさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。敵がフリースタイルのラップでディスってくる。これ違うダンジョンだけど、うん、ダンジョンだけど、ダンジョンだけど、違うダンジョンだな。あ、そう、そういうのだ。カマセーのやつでしょ。あ、知ってるよ。見ちゃうんだよな。あ、見ちゃうんですよね。続いて、プリコネームリッカアットムセノートさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。ダンジョンの前に客引きがめっちゃいる。いかがすか。お姉さん、お姉さん、今からどこ行くの。あ、いや、ダンジョン、うちのダンジョン行こうよ、うちのダンジョン。いろいろある。今報酬上げとくから。今こっちモンスター出現率2倍キャンペーン。行きます。なるかな。では続きまして、プリコネーム、リカットマークムセノートさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。お通しの代金が非常に高い。あれ、え、2杯しか飲んでないけど、あれって、こんな高いの、お通しって、あ、お通しだったってな。客引きについていっちゃったんだろうな。あの客引きか。じゃあ続きまして、プリコネーム相田つみおさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。モンスターが、はい、バトル一丁いただきました、喜んでと、なんか軽い。いや、もうだからさ、絶対これもう、お店は3年でお店だもん、入っちゃったやつ。何出してくれるんだろうな、本当に。どういうお店なの。メニュー気になるよ。続いて、プリコネーム相田つみおさんからの、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン。モンスターが、美食でのちょっといいとこ見てみたい、はい、一気一気と、なんか慣れ慣れしい。
やっぱ年齢のシーンとかじゃなくて、もう客引きからもう入ったパターン。いや、ちょっと行きたい、ここ。いただきました、喜んで喜んで愉快だな、ちょっと楽しそうだな、ということで、プリコネ大喜利、募集中のお題はアメス様から本気のお説教、一体主人公は何をやった、こんなダンジョンは二度と行きたくない、どんなダンジョン、そしてこんな二つ名は嫌だの三つです。投稿お待ちしております。さて続いては、お待たせいたしました、ゲームをプレイしていて真央さん演じるペコリーヌに褒めてほしくなったエピソードを送っていただく、ペコリーヌちゃんに褒めてもらおうです。お便り届いております。プリコネームカルモフさんからいただきました、ありがとうございます。真央さん、ミックリッカ様、こんばんは。こんばんは。ギルドハウスライク数3000突破記念ということで初投稿です。3000、毎日コツコツ大体同じ人とライク交換で、ついにライク数が3000を超えました。誠に勝手ながらペコリーヌちゃんに褒めてもらいたいです。よろしくお願いします。すごい、え、すごい、すごくない3000って。ライク交換って、え、これちなみに皆さんどれぐらい、あ、聞いちゃいます、聞いちゃいます、聞いちゃいます、そこ見てみちゃいます、ちょっと見てみます、せっかくなんで。これでも普通はどれぐらいいってるのかがわからないからな。そうそうですよ、ね、普通が分からないから、普通が分からないから、まあ大体普通ぐらいじゃないですかね。この総数ってとこですね。じゃあ私ライクされた総数いた方がいい、うん、いきますよ。私ライクされた総数、あ、キリー150。え、お、150です。え、キリーでも150です。え、いや伊藤さん言っていいですか。はい、ライクされた総数183です。すごい、お、私嬉しい、私嬉しい。あ、嬉しい。立花さん、はい、ライクされた総数30。マジか。いやでもそのギルドハウスも見てみたいですよね。見たい、うん、見たい。どんな感じなんだろう、これはちょっと褒めてあげてほしい。ぜひ褒めてあげてほしいですね、はい、ではペコリーヌさん準備は良いですかね、はい、それではペコリーヌちゃんに褒めてもらおうです。どうぞ。あー、カルモフさんすごいです。私たちがいつも快適に暮らせているのはカルモフさんのおかげなんですね。そしてカルモフさんのこと、私たちのギルドハウス皆さんが好きだって言ってくれるんですよ。嬉しいですね。ハグしちゃいます。キュー。これからも一緒に快適なギルドハウス作っていきましょうね。頑張ろう、頑張ろう、頑張るように快適なギルドハウスにするよ。頑張るよ、頑張るよ、頑張るよ。かわいいギルドハウス作ります。ちょっと本当見たいよね、どういうギルドか、ね、ぜひ送ってほしいです、うん、ということで以上、今回はプリコネ大喜利とペコリーヌちゃんに褒めてもらおうをお届けしました。投稿お待ちしています。七日のジングル、いっけない、殺意殺意、今週もプリコネチャンネル無事終了と思いきや、突然襲来した謎の敵にペコリーヌたぞ、心ママ、キャルキャンは大ピンチ。アストライア大陸壊滅の危機に現れたのは天才魔法少女ナナカちゃん。次回プリコネチャンネルリダイブ、ランドソルのコーヒーは苦い、お楽しみに。いやいやいや、ランドソルのコーヒーは苦い、お届けするんですかね。心ママって言われた、うん、キャルタソ、キャルキャン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 、いいですね、今時っぽい感じしますね、ムズムズするよ。こういうのが来ましたね。面白かった。ではでは、今回は好評発売中の CD プリコネキャラクターソングゼロシックスよりキンキラハピネスを聞きながらお別れです。ではここで番組からのお知らせ、プリンセスコネクトリダイブのダウンロード数が200万を突破しました。いつもプレイしてくださっている皆様、本当にありがとうございます。200万ダウンロード突破を記念して、明日
皆様にジュエル1500個をお送りします。わー、はい、こちらはチュートリアル完了後マイページのプレゼントからお受け取りください。これからもプリンセスコネクトリダイブをよろしくお願いします。すでに発表されましたが、サイゲフェス内でプリコネのグッズ販売が決定しました。はい、プリコネセットとして一緒に販売される T シャツとタオルと2019年卓上カレンダー。T シャツとタオルにはデフォルメイラストが、カレンダーにはゲーム内のアニメをふんだんに使用した豪華なデザインになっています。サイゲフェス限定のショッパーもついてきますよ。そしてみやかなアイシープリンなの。3個セットの美味しいプリンです。みやこちゃんの缶バッジもついてきちゃいますよ。はい、そしてゲームにログインした時のスタンプを完全再現したコッコロの主様頑張れスタンプです。わー、ついに本物ができちゃいましたか。はい、スタンプ本体と台紙がセットされているので、これはいろんなところで活用可能なんです。うん、そして主様、お目覚めの時間ですよ。時計、主様の皆さん、お待たせいたしました。私の目覚まし時計です。コロスケ、コロスケ、これもつい目覚まし時計実現しちゃいましたか。はい、あらあらあら、楽しみですね、これは。そしてさらにロストプリンセスのペコリーヌ、コッコロ、キャルのソロバージョンに加え、ゲーム内の BGM を3曲収録した特別な CD、 プリンセスコネクトリダイブプリコネエクストラサウンド01も販売します。はい、グッズの詳細とイメージ画像はサイゲフェスの公式サイトに掲載されています。ぜひアクセスしてみてくださいね。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様にアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに。はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームカルモフさんです。ライク数が3000突破ということで、おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。プリコネームカルモフさんはいつもの投稿フォームから郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので、張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第72回は12月6日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。ではプリコネチャンネルリダイブ第71回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、ケル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。はい、でした。お疲れ様でした。なんか、うん、頭のコント台本がすごく完成度が高いものになってきている、はい、最近キャルちゃんが突っ込むチャンスもなかった、ね、なかったペコリーヌ私のでもなんか名探偵ペコリーヌちょっと見てみたいかも。いや絶対可愛いですよね。ちょっと帽子キャスケットみたいなのかぶってずっと食べてる。これは何々の何々ですねって、あそこで売られていたそっちか、すごい細かく分かるって。誰でもなんか実際にあのかすみちゃんか、はい、探偵の猫もいるから、うん、なんか探偵系のストーリーイベントとかあったら楽しそう、楽しそう、楽しそう、かわいいですね。見てみたい、はい、あるといいな、うんうん、ということで皆さん次回も聞いてくださいね。バイバイ。